オキセタンは、飽和のように印鑑で酸素を一つ含む構造を持つ、環状エーテルである。トリメチレンオキシドとも言う。特有の匂いを持つ無色の液体である。分子式は、C3H6O、CAS 登録番号は、503から30から0。オキセタンのように印鑑構造を指して、オキセタン、オキセタンカンと呼ぶことがある。アルケンとカルボニル化合物に、 紫外光を当てると、2プラスに感化が起こり、オキセタン感が生じる。これをパターの微打ち反応と呼ぶ。オキセタン感は歪み、エネルギーが高いため、嗅覚剤と反応して、容易に快感する。アミンと反応した場合は1、3、アミノアルコールを与える。オキセタン感を含む天然ものはあまり数多くはないが、次のようなものが知られている。オキセタン感上に、 アミノ素とカルボキシル素を持つオキセチンはストリプトマイセス属の細菌から単理されたベータ、アミノ酸で抗生物質としての作用を持つ。オキセタン管理2つのヒドロキシメチル素とアデニンが置換したオキセタの新 A は抗ウイルス薬として働く巨大菌から単理された化合物である。アデニンの代わりにグアニン、チミンを持つ。 類縁体も合成されており、それぞれオキセタノシン G、オキセタノシン T と呼ばれる。トロンボキサン A には血小板の凝集などに関わる脂質である。オキセタン肝が加水分解を受けるとトロンボキサン B にとなる。また、テルペノイドにもオキセタン肝を持つものがある。抗がん剤の一種として知られ、多くの科学者の全合成の標的化合物となったタキソールのほか、 ヤグルマニク属の植物セントウレアクレメンティーやセントウレアコネリエンススに含まれるクレメンテイン、シソカニガクサ属の植物に含まれるテウクロキシドが知られる。ありがとうございます。